それでは本日の男気トーナメント出場しまして、惜しくも準優勝となりました岩本大成選手のインタビューです。まずは試合の今日トーナメントの感想からお願いします。パラアット強いです。ダルビッシュ強すぎ。あんまなんか左フック見えとったんですけど、思ってるより1個遅かって反応できひんくて、多分それで倒れてるんですよね。1回聞いてるんですよね。で最後はいっていうのは全く覚えてないです、はい、でも試合のちょこちょこ記憶はあります。ただ強かったです。いいやつやし最後はローしてきて下半身に意識来たところでハイキックって感じだったんですけども、その流れっていうのは記憶にありますか？いや、ロー蹴られとったのは記憶にあるんですけど、それは活字線からちょっと痛くて、で多分それに意識いってハイ、でもハイが全然覚えてなくて、ハイで倒れたんやって感じで漫画みたいな倒れ方してもらったんですねMVP 持っていくんちゃうさ初戦の勝地戦はいかがでした？勝地戦は逆に思ってたより来ないなっていう感じで、なんかやりたいことが全てできたかなって、けど倒れると思ったんですけど、やっぱ打たれ強かったです。左ストレートとかも結構しっかり当たってるんですけど、あれで結構練習やったら効かしたりしてたんで、あれそれと同じタイミングで入って当たってたんだけど、あ、倒れへんなって。でも多分動画見返したら何回かぐらついてるところはあるんで、まあそんな感じですね。打たれ強いなって感じです。その左ストレート主体の作戦を組み立てていったわけですか？いや、まあ僕実は両方スイッチもともと練習からずっとやってるんですけど、まあなんか試合ではそういうのなかなか出なくて、で今回スパーしてる中で、あ、サウスポー今回いけそうやなっていう、まあ、途中で思って、まあでもそれに固執しすぎるのは良くないなと思って、混ぜながらさりげなくスイッチして当てようみたいな感じで、まあ、それは勝地戦ではしっかり当たったんですけど、パナワット戦はそれをやる前に多分自分が聞いちゃったので、そうできなかったですね。勝地戦終わって決勝戦待つ間の心境ってどんな感じでした？まあ、トーナメントは初めてやったんで、まあ、集中しなあかんなとは思っていて、まあ、2つ目の方が動けるよって言われとったんですけど、ね、動けなかったですね。なんか思ったよりパナワットやっぱ強かったです、舐めてたわけじゃないし、パナワット強いなと思っとったんですけど、予想以上に強かったです、あっぱれです。パナワットとは高橋陽線からなんかいろんなデータとか情報を引き出したりはしたんですか？そうですね、まあ、リョウ君がサウスポーじゃないですか。で、僕もサウスポーできるんです。まあ、初日戦ではちょこちょこ出しとったんですけど、ちょっとサウスポーやっぱ慣れてるんかなって感じで、今回オースで行こうと思って。ただ、思ってたよりパンチ1個遅かったです。あれは狙ってなんかやってるんでしょうけど、伏せたら普通の選手がパーンと打ってくるのが、パーンなんで、あんま反応できてなかったんやと思います。まだ映像見返してないんで、分かんないですけど、とりあえず、この後強いっす。今回、男気とワンマッチからトーナメントになりましたけど、やっぱ出場してよかったですか？まあ、負けちゃったんで、あれですけど、まあ、挑戦する意味では、やってよかったのかなと。まあ一回トーナメント悩んだのも、まあ、勝地戦は俺だけを見とって、勝地選手もそんなに弱くないしレジェンドで、僕がプロデビューする前から一緒の大会のメインぐらい張ってた選手なんで、まずそこを超えないとなと思ってて、まあ、そこに集中しました。なんで高橋亮選手もそうやし、パナワット選手の映像もほぼほぼ見てないです。一回ぐらい見て、でも勝たないと意味ないんで、勝地選手にとりあえずそこを集中しました。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ございますか？はい、すいません、日刊スポーツの千葉と申します。今日の決勝戦の第1ラウンド
ットもブラッと来たような場面あったと思うんですけど、すごい気持ちで踏ん張ったって感じだったと思うんですけど、あのあたりはどうでしたか？そうですね、まあ、最近聞かされたっていうのがあんまなくて、多分エクサレスに所属して一発目の主戦で多分ダウンしてるんですけど、それ以降は試合で聞いたのはなくて、で、まあ、その小野戦の前以降は聞いたら1ラウンドで終わってしまってたんです。だから当てられたら、当てられるまでは僕結構ガンガンいけていい雰囲気なんですけど、まあ、防御面が甘く一発もらったらそれで終わってたのが、まあ、今回耐えれたんで、耐えれたって言ってもあんま覚えてないですけど2ラウンドいけたんで、まあ、そこは成長してる部分なんかなとは思うんですけど、やっぱあかんすよね、聞かされたら悔しいです。あいつ、ファナート、あいつじゃないね、ファナート選手は思い強かった、気持ちのいい男やし、うん、すごかったです。はい、負けました。ただあの、まあ、ファナート選手もそうですけど、岩本選手がこう今回のライズの大会をもう救ったって言ってもいいぐらいの盛り上がりだったと思うんですけど、まあそれは見てないですけど、あんな肌に倒れたら盛り上がるですよね、まあ、まあ僕の試合、まあ、負けるときはいつも気持ちいい負けっぷり、うん、あんま判定負けってないんですよ僕、うん、やられるときはもうしっかりやられる、でも成績のほとんどがそうなんで、まあ、あかんのですけどね、あかんのですけど、まあ、うん、まあ、悔しいけど大会自体が無理やなったんやったら、まあ、それは良かったです、はい、受けて良かったと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。今回のトーナメントに参戦したことは今後のキャリアにどういうふうに生かしたいと思いますか？まあ、トーナメント自体が初めてやし、アマチュアからトーナメントってしたことないです。でもアマチュアはそんなにしたことがなくて、初めてのトーナメントで、まあね、その初めてのトーナメントがライズっていう大きい舞台で強い選手とやって、うん、まあ、こんな感じなのかな、甘くないなって思ったんで、うん、悔しいですけど負けは負けなんで、それはまたね、気持ちの持っていき方だったりとか、そういうのは、ね、今後に活かしたいなと思います。以上で終了でございます。じゃあ最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージお願いします。はい、多分勝地戦も僕が勝つと思ってた人は少ないと思う、少なかったと思うんですけど、まあ応援してくれてる方のおかげで勝てて、2試合目も1ラウンドじゃいつも負けるときは終わ、あの聞かされた時点で終わってたところを、まあ、チームの仲間やったりだとか応援してくれるみんなのおかげで多分踏ん張れたんだと思います。はい、で今度はそれを生かして頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。では以上で岩合大成選手のインタビュー終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。